お邪魔しまーす。お疲れっす。お疲れっす。チブルラシミ？はい。チブルラシミ？はい。いや、連絡は。すいません。連絡すいません。今日は連絡なかったの。はい。順に。遅れました。渋いっすね、ここ。わった秘密基地。一体どいっただ秘密基地あるか？いった自分。同級生が集まるとこみたいな。集まるとこもあるさ。いやーないっすね。こういうところだっけよ。はい。昔はこういうところだっけさ。うん。いったあれだっけよ。わーがね。なんすかそれ。集まるとこがない。おっとにちゃんがいるってのは定義問題ろ。ああ。いやこれや。いった集まるとこがないんだろ。今ないっすね。いや政府に言え。県でもいいよ。また集まりどこもないよってけど。そうなくなってきてるってことですか。なくなってきてるば。ああ。集まりどこもがよ。ああ。ええ。うわめっちゃ最高。アイスボンボン。俺も食べたいっす。わかるか？ソーラー。いや懐かしいっすね。わーやーミルクティーとはこれでもう終わってげえ。8年持つよわこれで。なんすかそれ。うわー、1本しかないんすか。今これいくらでしたっけ。ソーダセブン、昔30円でしたよね。焼き今70円でしたっけ。あ、しな。これ値上がってるば。だと思います。わった時代30円だって。はい。一体、え、これ生70円だってるば。はい。こんな感じになってるば。アイスボンボン。だから全部高くなってるんですよ、いろいろ。だから昔が良かったっすよね。あ、決まってる。アイス食べて決まってる。なんか、不思議っすよね。なんか昔の方がいろいろ安かったのに今は高くなってるじゃないですか。うれしく。いや今いいアイドルユニタクテーマルよ。もう一回言ってみ。あ、だからお成長したさ。おまじっすか。もう一回言ってみ。今自分が言ったこと。なんか昔いろいろ安かったじゃないですか。でだけど今いろいろ高くなってるじゃないですか。あ、でもあれかな、その分給料とかが上がってるから。そこに行くな。そこに行くな。すいません。そこに行くな。これだけで昔は安かったけど今は高くなってるねとか、うん、昔はこうだったけど今はこうなってるねとかってばんなやあるさ。昔見た光景いっぱいあったけど、うん、今は見なくなってるなとかあるばよ。うん、わったあれだってよ。例えばよ、信号待ちしてるさ。はい。横見るさ。はい。軽自動車に70以上のおじ4人乗ってるとか定義見たことあるよ。軽自動車に考えてみ、おじが4人乗ってるんだよ。同級生かやとか。こんなの見なくなってるば。光景的によ。あ、であれだね、エロビーとかもなくなってた。エロ本とか道端とかにバンナー落ちてたさ。 あとビデオテープとか、ビデオテープのあの何、あの身があるさ、テープ、テープの身がババ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 バって風吹いたら、あんな光景見なくなってれば。いやだったら何見なくなってる、言ってみ。僕っすか。だからコンビニとかが増えてて、ちっちゃい商店が見なくなりましたね。ナンバー、それこそ。はい、変わらない味。うん？わかるだろ？うちなムンとか。はい。要はでさ、味わやんば。これも味わがあるわけよ。うん。いやに味わ今のところない。いや、ランド。マジっすか？でもマスターズ先輩でも味ありますよね。味に対してそんな詳しくないけど。龍大生だからさ。龍大行ってるんですか。龍大行ったことあるんですか。山学校という龍大生。はい。はい。
ウェブに口くんね。なんでエグルでセブンプレックス弱れば味側が大事やんば。ええ、一旦終わりもそうだよ。ステージに立つだろ。ステージに立つ前なんて言うば、客の前に出るときなんてさ、一言目やんばよ。今はいどうもですね。味がない。どうもですか。味がない。はい、さい。味がない。何がいいんですかね。いや、連絡はこういうことやんばよ。わかるだろ。それで覚えられるさ。あ、マジですか。覚えきれるだろ。いや、連絡はとは言わんよ。いった主人公声優とかでもいいし、みんなんていうか、一旦アイデンティティが聞きたいわけよ。はい、どうもんじいし、関西のあったのあれだろ、漫才だろ、一旦、いやのアイデンティティが聞きたい。登場した時から。いやだろ、アメリカはさ、いったルーツは。はい。うん、おじいシカゴだろ。はい。で、いったお母のあれは焼けらだろ。こんなの聞きたい。ルーツ、ヤーがどんなって生きてきたかが聞きたい、ステージ上で。アメリカがルーツだったら最初の挨拶なんすかね。コンフレークやね。はい、コンフレーク。いや、絶対できそう今のは。適当やしがよ。うん、こんな感じ。マジっすか。はい、はーい。あー、うん、そういうこと、まあ、確かに覚えますね。どう、はーい、アリンクリーンでーす、うん、アリンクリーンです。じゃあ新郎友人代表挨拶するときなんていうか、これも味が出るよ。一言目なんていうか、新郎味が出してみ。 Hi, my name is Chris. 新郎の友人やさ。いや、クリスされてますよ、こんな人は。おめでとうございますだろ。あ、そこはそうなんですね。ほんとや、立派しりや、こんなところや。我が何を知ってるから、やに。おめでとうございます。うん、そこはちゃんとね、ちゃんとじゃあ、こんなの新道道さすが、もう一つ行きましょうね。何に行くば。いや、今日ちょっとスーパーに行かないといけなくて。行くしだろ、野獣パ行ったことないやつに。やります。いや、金井でのタコライスめっちゃ今ハマってて。まあよ、弁当マジ美味しいですよ。素材美味しいよな。素材美味しいですね。三重行くんだったら、あのサーモンの刺身買いますよ、僕。あ、いや、刺身は何度や。肉もうまいよ、寿司も食べや。塩焼きそばも美味しいですよ、三重の。売ってるわけ。はい。いや、もういろんなとこに顔出してるんだな。マックスバリューだったら俺揚げ物買うんですよ。なんかそのスーパーそれぞれでちょっと買うもんが違うっていうか、結構。あ、それあります、なんか味が出てきてるさ。バユニオンだったらピザ。あー、わかる。なんか買いたくなります。え、行きましょうね。なんか買ってきます、スーパー行くんですけど。うん、何買ってきます。ヤーが好きなの買えばいいよ。チョコレートとか買います。チョコOK です。ミルクチョコでいいですか。甘いの好きっすね。アバよ。はい、アバよ。アバよ、主人公ですよ。はい。はい、お疲れ。